はい、こんにちは。グラフトネットワークの9回目の授業、リアルタイムです。始めていきます。コメントスクリーンは動いてるでしょうか？ちょっとご確認いただけますか？すいません。どうでしょう？いいかな？あ、そうですね。ありがとうございます。チャットの方にコメントスクリーンを出しましたけど、ご活用ください。よろしくお願いします。それで、じゃまずコメントの方なんですけども、今回なんか10個ぐらいだったんですけども、この回の授業と、ではなくて、その前までの授業の話も、ちょっと、質問としてはあったので、まあ、それも回答してますけども、どうでしょう。これも今回の、内容に関係あるのかと言われると、ちょっと関係あるのかどうかわかんないですけども、一応、これをちょっと今日補足します。ダイナリーコードを高校まではこの形でしか見なかったのですが、大学生になった途端、こちらの方を見るようになりました。ですね。で、多分、数学的な意味の違いはないと思うのですが、先生はなぜこちらを使いますか？感覚的には論文でどちらが多く使われていますか？他にも知識などが知りたいです。そうですね。ですね、これは割と根深い問題なんですね。だから根深い問題だからちょっと、補足しようと思いました。でですね、どういうことかというと、ちょっと色が前のままなので、ちょっと直しますと、ちょっと黒にしようかな。今、と問われているのは、その不等号として、こういうふうな不等号とこういうふうな不等号なんですね。その下に書く線は1本なのか2本なのかということになるわけです。で、ですね、これ、ラテフで言うと、左側は GEQQ、右側は GEQ、あるいは GQ ですね。あ、GE か。GE。口で言ったことと、GE ですと書きます。ただ、GEQQ を使うときは、パッケージが必要です。でですね、ちょっとこれは全然関係ないですけども、この Dexify っていうページがあって、ここに例えばですね、こうやって書くと、あ、これそのラテフでどう書くんだろうってことを教えてくれます。こうですね。この場合、GEQQ ですね。で、マスモードって、このユーズパッケージから、このアムスシンブっていう、なんだっけ、パッケージを、使うようにしてくださいという感じですね。で、こちら側ですね。こちら側はこれ、下の方、4つ目、その下に、GEQ と言います。だから今、書いたものにマッチする、近いものがこう出てくるんですけども、一本だと GEQ になるということになりますね。GE でもいいんですけども、そんな感じになります。ちなみに、逆向きの場合は、ロードします。LEQQ ですね。使う形になります。と思います。ちなみに、だから一本線に書くと、こうですね。どうでしょう。こうなりますね。LEQ になりますね。こういうことになります。で、この下の方にも出るんですけども、この LEQ スラントっていう、こういう書き方もあります。で、ちょっとこれが何かっていうと、だから、こういう書き方の場合もあるんです。だからこの場合多分 GEQ スラントなんですけども、こういうものもあります。ちょっと試してみますね。実際に本当そうか。こうで、こうなってると、こうですね、GEQ スラントですね。こうなるということになります。で、基本的にはですね、この3つは同じ意味の記号だと思ってほしいということになります。同じ記号って、見た目が違うのに同じって言い方が変ですけども、同じ意味の記号ですね。意味というのはその使われ方をする記号。ただし、ただしとかって書くのを下に書くのも嫌だから上に書こうと思うと、やっぱり実数に対して使われるところ。例えば、その A と B の代償関係、こう書いたとき。で、この A と B が、実数、あるいはその実数である、何て言うの、有理数とか、整数とかも実数なので、そういうものに対して使われるときは、この3つは同じだと思ってください。だから A は B 以下で、A は B 以上である。
っていうような意味を表すということになりますね。いかがでしょうかね。これはそのどの3つを使っても同じです。でですね、じゃあなんでこんな3つ記号があるのかっていうことになるんですけども、これは多分ですね、社食の問題だと思います。社食。つまり、フォントですね。フォントというかタイポグラフィー。フォントがすごく違うんで、ちょっとこれだけ書き方がいけないんですけども、そこに対応するのがタイポグラフィーなので。で、ちょっとここからは、推測になるので、事実と違うかもしれませんが、ちょっとご了承ください。だから、私がこう思ってるっていうことを言います。何かというと、この日本線の方ですね、これは、まあ、どちらかというと、というか、これは日本のタイポグラフィーなんだと思います。だから、これ、日本っていう言い方がいいかどうかわからないんですけども、まあ、とりあえず、まあ、日本ではよく使われると。これで、これ一本線の方は、まあ、欧米っていう言い方がいいかどうかわからないので、まあ、とりあえず、まあ、欧米で。欧米で。欧米でって言い方するとやっぱり良くないな。欧米ってのはどこなんだってことになるんで、でも今から書くことも、それ以上にどこなんだってことになるんで、あんまり本質変わらないんですけども、じゃあ、国際的によく使われるとしました。で、斜めのものは、使われるのを見たことがあるぐらいですね。だからまあ、多分こだわりがある人で使うんだと思うんですけども、まあ、そのこだわりはちょっと私は理解できないので、どういうこだわりなのかちょっとわかんないです。で、まあ、国際的にって何なのかっていうことになっちゃうんですけども、さっき欧米って書いて欧米じゃなくて国際的にしてしまったのは、意図があるのかと言われると、まあ、それはよくわかんないんですけども、だから例えばですね、英語で書かれた教科書とか論文とかは大抵これ使っています。これ使っています。でですね、よくわかんないでしょ。なんでこの日本で、この日本線が使われるのかはよくわかんないんですけども、まあこれは使われてます、ね。よく。で、実際に、フォント、だからこれからフォントの話なんですけども、JIS とか見ると、JIS フォントとか、なんか、フォントの話をすると、日本語のフォント、だからいわゆる全角とかってよく言ってるフォントでは、これありますね。この日本線の、本当あるけども、こちら側は一本線の、これないですね。ユニコードにはあるんですけども、ユニコードには実はこれ多分3つとも全部あるんですけど、なんだっけ、日本語の、なんか普通のフォント、例えばなんだろうな、JIS とか、そういうやつですね、には、この一本線はないと思います。さっき調べたんですけど、なかった気がします。はい。もし間違ってたらちょっと教えていただけると嬉しいんですけども、ないと思います。で、一方でですね、これは書いたかな、これですね、HTML では、HTML では、この日本線の不等号に対応する文字実体参照はないようです。文字実体参照って何なのかって、皆さんがその HTML のことをどれぐらい詳しいのか分かんないんですけども、こういうなんか記号を出すときは、まあ、これ今日本語なんで、今日本語の、いわゆるその全角っぽいもので書いてますけども、英文とかにはそういうフォントないので、こういうその数学記号とか特殊な記号を出そうと思ったら特殊な打ち方しなくちゃいけないんですね。で、その特殊な打ち方が文字実体参照なんですけども、文字実体参照にはこの記号ないです。で一方で、この一本線の一本線の、不等号の方は文字実体参照があります。あります。ので、だからその HTML の中でこういう不等号を書けるって感じになってるんですよね。だからまあそういうところを見ても、まあ、この一本線の方が一般的によく使われるというふうに思っていただけるといいかなと思います。で、私自身も、まあ一般的な生活をしているので、一般的な方で、を書いていると。まあこちらの方をよく使うということですね。で、もう一度言うと、なんで日本でこの日本線の方がよく使われるようになったかは私はわかんないです。ただですね、
中学校かな、中学校の学習指導要領かなんかには、こちらがもうすでに書かれてるはずなんですね。この不登校書かれてるはずで、ただ今これ、はずなので、ちょっと今、はずとしか言ってないので、ちょっと確認が不十分で、間違ったこと言ってるかもしれませんけども、まあそういうことなので、もうその時点だから、文部科学省的にって言うんですかね、文部科学省からの、使い方でもこれ決まってるということになりますね。なんでこれなのかはちょっとわかんないです。はい。で、ここまでは、これ実数の話で、なんでこの、まあ3つがあって、3つは使い分けられてるかって話をしたんですけども、ですね、もしかしたら、実数じゃないものについては、この3つが、あ、しまった、消しちゃった。この3つがですね、この3つが、違う意味で使われる可能性があるかもしれません。だから、それは注意しなくて。実数以外に対しては、ちょっと、基準が。文脈というか、その使われるところにおける定義をちゃんと確認する。ということにしてください。これはお願いというか。ですね、皆さん、数学記号とかいうものはなんかこう決まりきったもので、これを使うと、全員が、決まった意味を思い描くっていうふうに考えてるかもしれませんけども、そういうものではないです。使う人によって意味が違うことってことは十分あり得ます。なので、あ、そういうことなので、数学記号を使う人もですね、ちゃんとその数学記号を定義して使うってことは非常に重要なんですね。まあその記号だけじゃなくて、用語もそうなんですけども、定義をして使う。用語は定義をして使う。これもう書きましょうかね。用語は定義をして使う。定義をして使う。これは多分一番重要なので。これ、多分、一番重要です。この授業で一番重要ですね。用語は定義をして使う。これは、だから、例えば、コミュニケーションができないとかっていう場面はよく起こるんだけども、それは大体ですね、用語の定義がない場合、とか、用語の定義が共有されてない場合によく起きます。まあ、その定義というものは、その文字面上、文字の上で共有されていても、その意味がちゃんと共有されてないということもあり得るんですけども、まあ、少なくともその、文字として、定義が何であるのかってことが共有されてないと、まあ、ほぼコミュニケーションはできないと思ってください。なので、そういうことに注意すると。で、それはその数学記号においても同じで、数学記号も本来は、ちゃんと定義して使うってことが重要なんですけども、よく使われる記号は、まあ、往々にして、その定義することを省略したりするということがあるわけです。例えばですね、なんかこういうその S が伸びたものを見て、これがその積分を表す記号だっていうふうに我々こう思うわけだけども、それはですね、まあ、そういうふうにしか使われる場面を見たことがないからそう思ってる。っていうか、まあそういうことに、まあ、してるわけですよね。だけども、実際、本来はこういうものこういう記号を使うときにはちゃんとその意味っていうのを定義して使う。意味というかその、まあそうです。意味を定義して使うってことは重要になるわけです。でですね、じゃあちょっと例を見てみましょうと思いますね。で、例のためにちょっともう一つページを増やすときに、いろいろなったので、ちょっとページを増やします。はい。でですね、じゃ例えば何かっていうと、皆さんが、で今、不等号のことを言ってたんですけども、まあ、等号ありますよね。等号。これ等号ですね。で、まあ、等号っていうのは、まあ、2つのものが等しいってことを表すための記号なので、まあ、それはですね、あ、その等しいとは何なのかってことも、ややこしい話かもしれませんけども、だから例えば、まあ、その実数が2つあって、A と B と実数があって、その A イコール B とか言ったら、この A と B は等しいと。っていう、まあ、意味なんだなっていうことになるわけですね。で、ですけども、まあ、これ今実数ですね。実数 A、B は等しい。A は等しい。で、じゃあ、例えばですね、ベクトルがある。例えば、なんか A っていうベクトルが、あ、これちょっとベクトルに見えないんで、ちょっともう一回書きますと。
A っていうベクトルがあった。じゃあ、これはなんか A1、A2 っていうのが2つ成分を持っていて、B っていうベクトルがあったら、これは B1、B2 って2つ成分を持ったとしましょう。で、その2つに対して、またこの A イコール B っていうふうにこう、まあ、書くことはあるわけです。で、まあ、これが書き方皆さん、まあ、してきてると思うんですね。で、これは、やっぱり意味としては、そのベクトル A とベクトル B は等しい。いうふうに、まあ、なるわけです。で、そうするとですね、じゃあ、例えば、じゃあ、この等しいって何なんだということを、もう少しちゃんと正確に定義したい。で、例えばですね、まあ、例えば、実数に対して2つの実数が等しいということが、ちゃんと定義されているという仮定のもとで、じゃあ、このベクトル A と B が等しいということを定義しようと思ったら、それは実は定義できるわけです。で、どういうふうに定義するかというと、それはこういうふうに言い換えられると。で、どういうふうに言い換えられるかというと、A1 と B1 という実数が等しい。かつ、A2 と B2 という実数が等しい。まあ、こういうふうに言い換えられるわけですね。で、そうすると、この下の方の書き方は、このイコールが、ここに書いてるイコールが、実数の間のイコールなので、これはこの上のところで定義されていることになるわけです。いいですね。ということで、このイコール、ベクトルの間のイコールっていうのはこれで定義されたということになるわけです。だから、ちょっと、わかりにくくというか、わかりやすくかどっちかわかんないんですけども、注意深く書くと、何かというと、この実数の、あ、しまった。実数のところのイコールは、ちょっと色をつけて赤だとしましょう。これ実数同士のイコール。赤ですね。で、じゃあ、ベクトル同士のイコールにとかして色を変えると。例えば、この青。ですね。そうすると、この色の違うイコールっていうのは、意味が違うって言い方がいいかどうかわかんないですけども、まあ、違う記号なんです。何が違うのかっていうと、その両端に来るものが何であるのかってことが違うんですね。この赤の場合は、まあ、実数が来ると。で、青の場合は、まあ、ベクトルが来るというふうに思うわけですね。だから、その同じ見た目の記号であっても、意味が違う場合があるってことがあるわけですね。で、そういうことにはやっぱり注意しなくちゃいけないわけです。で、今、この青いイコールを定義するときに赤いイコールを使って定義した。まあ、こういう形になっているわけです。で、赤いイコールは上で定義されている。で、そうするとですね、今私はここで、はたと気がついたんですけども、このイコール、これは何なんだということになるわけですね。で、これはですね、等しいという記号とはこれ違うんです。困っちゃいましたね。これを説明するつもりなかったんだけども、ちょっと今説明し始めたらこういうことになっていたことに気づいたので、これはじゃあ説明せざるを得ないので説明しますね。そうすると、このイコールは何なのかっていう、これは等しいっていう記号なんじゃなくて、で、これは、あ、ちょっと今、書き順が違うかな。書き順はこう。左の記号を右で定義する。っていう記号です。このイコールは。で、イコールっていうのは、二つものが等しいっていうふうな、なんだろうな。なんかその関係を表すときに使うのと、この定義をするときに使うこともあるんですね。これ定義、この A というものは A1、A2 っていう、このベクトルだよっていうふうに定義してるんですね。で、そういうときに使うこともあるんですね。だからイコールっていうのは非常にややこしい記号で、まあ、こういういろんな意味があったりするので、まあ、そういうことに注意をしなくちゃいけないんですね。で、まあ、それは今、ちょっとこういう話したかったと違うんですね。すいません。で、そうするとですね、同じようなことが不等号でもできるわけです。不等号でも同じように、じゃあ、実数 AB に対して、やっぱりその A 小なりイコール B と。あ、ちょっとここは、よく使うこと書いた、さっき言ったんで、一本線にしますね。小なりイコールと書いたら、これは A は、B 以下であると。あ、さっきは大きい方がいいな。すいません。A は B 以下である。まあ、こういう意味になるということを言ったわけですね。で、まあ、これ、まあ、実数なんで、ちょっと、上と合わせるためにちょっと、この色を赤にしましょうかね。赤にしますね。で、そうすると、上のこのベクトルに対しても、そういうなんか不等号をなんか、じゃあ定義できるかなっていうふうに、まあ、思うわけです。で、それやってみましょうと。ベクトル。A は
A1、A2。で、B は B1、B2 っていう成分を持つ。これに対して、同じようにというか、その A と B というベクトルに対して、不等号を定義しましょう。で、これどう定義するかっていうことを、まあ、考えるわけですね。じゃあ考えましょう。じゃあ考えると、まあ、上と同じような、まあ、気持ちになるとすると、まあ、A1 と B1 の間の代償関係、かつ A2 と B2 の間の代償関係。まあ、こういうふうな定義、まあ、したくなりますよね。まあ、別にこれで全然問題ないわけですし、まあ、これが今意図していたんですけども、まあ、そういうふうに、まあ、定義しますよね。普通の考え方。で、これでまあ、別にこれ全然問題がないわけです。こう定義しますよね。で、今、まあ、これ、不等号をやってきたんですけども、今、これ、イコール付きの不等号なんですね。じゃあ、同じことを、じゃあ、イコールのない不等号についてやってみましょうと。どうしましょうか。ちょっと書けるかな。下に、A が B 未満。未満っていうのは満たないなんで、イコールは含まないわけですね。で、まあ、今、これは、まあ、黒で書いてますけども、まあ、気分は赤なわけです。ちょっと、色を変えるんで、色を変えたから、赤で、あ、すいません、色を変えて、すいませんね。色を変えて、ここは赤の不等号。で、これは実数の間がそうだとして、じゃあ、ベクトルの間に対してどう定義しましょうかということを考えたときに、じゃあ、ベクトルに対して同じように定義すると、A というベクトルと B というベクトルの間の、この不等号。これは、ちょっと色の変え方が、これ色を初めに揃えておけばよかったんですね。A1 と B1。ちょっと先に黒を書いちゃうと、A2 と B2 に対して不等号として、不等号として、その実数に対する不等号が成り立っているというふうに思って、まあ、定義すると。ということをすれば、まあ、なんだっけ。ベクトルに対する不等号もこう定義できるかなっていうふうに思うわけですね。で、これはこれで、まあ、こういうふうに定義するんだったらこれでいいわけです。ただし、ここでちょっと注意をしたいんですけど、何かっていうと、このように定義することが自然な定義かどうかは、何をこの不等号を使って考えたいかによるんですよ。よるんですよ。で、じゃあ、今、こういうふうに定義したら、これあたかもこれ自然のように思えるんだけども、これ、こういうふうに定義したときに、起こる不都合を一つご紹介します。で、何が不都合としてあり得るかというと、やっぱりページを増やさなくちゃいけないですね。すいません。でですね、何が不都合として起こり得るかっていうと、ちょっと色を変えていくのは、ちょっと不便だと分かったんで、くつれてきますけども、実数、A、B に対して、次の、性質が成り立ちます。何かというと、A が B 未満であるってことは、A は B 以下であり、かつ A と B は等しくない。で、こういう、性質になっております。ちなみに、この等しくないっていうのは、A イコール B ではない。っていうことを表す記号だと思ってください。じゃあ、じゃあ、ベクトル、今言ってもベクトル、ちょっとベクトルって日本語が、なんだかね。ベクトル A と B に対して、A は B 未満である。ってことと、A が B 以下であり、かつ、A と B は等しくない。この二つの性質は、同時ですかと言われたら、そうじゃないんですね。正しくない。じゃあ、正しくないんで、判例を挙げてください。判例があるんですけど。
反例、例えば何かっていうと、その左は正しいのに右は正しくない。あ、そうだ、これ正しくないっていうのは、これ、片方の方向は実は正しいんだけど、もう一方は正しくないですね。で、まあ、どちらの方向が正しいかまず言ってませんけども、判例をちょっと考えてほしい。わかりますかね。コメントでちょっといただけると嬉しいんですけど、判例があると思うんで。どうでしょうね。ちょっとパッと思いつかないかもしれないんで、ちょっと、じゃあ、考えたいと思うんですけど、じゃあ、例えば、じゃあ A を、2スクールの書き方だと、たつですね。A を00っていうふうにしますね。そうすると、まあ、ここ、原点。これ今 A なんです。じゃあ、今から、この A が B 未満であるという関係を満たす B を、B 全体の領域を塗ってみる。塗ってみます。そうするとどうなるかっていうと、もう一度定義を言うと、A と B、A が B 未満であるということは何だったかっていうと、A1 が B1 未満であり、かつ、A2 が B 未満なわけですね。で、そうすると、ちょっとまあ塗ろうと思うと色が必要なんです。色っぽいものが、色っぽいって日本語変だな。色を出してみると、この黄色っぽいものを出してみると、だから A よりも大きいんで、まあ、ここら辺なわけです。で、ここら辺で、で、何がポイントになるかっていうと、この境界は含まないですね。ちょっと見えないかもしれないけど、ここは含まない。境界、この軸上は含まない。軸上は含まない、この上側ですね。上側が、この領域になるわけです。じゃあ一方で、この正しくないって言っても右側ですね。これ。こちら。これを満たす B 全体の領域。この時にどうなるかっていうと、この境界は一部含むんです。含まない部分もあります。で、どこを含まないかっていうと、A と B は等しくあっちゃいけないので、この原点は含まないんです。原点は含まないけども、それ以外のこの軸上の点はこれ全部含むんです。含むっていうのは、この点は全部この条件を満たすんです。で、その上も全部満たす。こんな感じなんですね。いいですか。そうすると判例は何かっていうと、同じ色で含むみたいな。判例は何かっていうと、この原点以外のこの軸上の点ですね。だったらまあどれでもいいんですけども、まあ、具体的に挙げると、例えば、判例は、A として、00、B として、01、0っていうのはここら辺の点ですね。AB です。01。とすると、この時、A は B 以上であり、かつ、A と B は異なる。が、A は B 未満ではない。です。だから、この右側は満たすけど、左側は満たさないわけです。いいですか？いいですか？だから何かっていうと、この、
まあ、実数に対して成り立つ性質っていうのを、その自然にベクトルに対して定義したんだけども、実数の上で成り立つ性質がベクトルに対して成り立つとは限らないわけです。で、こういうことはよく間違えるんです。よく間違えるんです。で、よく間違えるんです。よく間違えるしか言えない。よく間違えるんです。でですね、まあ実際にこのベクトルに対してこの不等号を定義しようと思ったら、この、ここですね。定義しようと思ったら、このように定義することが普通です。普通です。これが、まあ、一般的な定義の仕方だと思います。ただし、そのように定義したときに、実数に対して成り立ってた性質がそのまま成り立つとは限らないってことに注意をしてください。あ、あとさね。今言ったことは間違えた。間違えました。今言ったことは間違えましたので、もう一回言いますね。ベクトルに対して、ここに書いてあるように、不等号を定義するかどうかは文脈によります。これは普通と言っちゃいません。これは普通じゃないです。で、どちらかというと、この右側の性質ですね。この右側の性質を満たすものを、右側の性質を満たすときに A が B 未満であるというふうに定義する方が普通です。すいません。ですから、さっき言ったのと普通が違うんです。今、訂正します。こっちの方が普通です。ので、で、そうすると、その何を普通だと思うのかってことを割と直感というか、その考え方というか、どういう状況を考えているのかに、まあ、依存するわけですよね。で、そうすると、まあ、何が普通なのかってことすら、もうだんだんわかんなくなってくる。だから常識なんてないんですよね。ってことなんで、皆さん十分にそういうこと注意をしてくださいということになります。これが一つお伝えしたかったことです。で、なんでこんなことが起きるのかってことを説明しようと思ったけど、もうちょっと時間がなさそうなので、やりますね。で、これに関連してもう一つ、この記号について、お伝えしたことがあるので、それをお伝えします。何かというと、今は、不等号だったんですけども、よく似た記号に集合の方眼関係、集合に対する部分集合である関係の記号があります。で、何かというと、集合に対して A と B、 集合 A と B というのがあったら、A と B に対してこういうふうに書いたら、これは A は B の部分集合だ。この右上のところであるって、これちゃんと見えてますか？いいですか？あ、そうです。なんか私の顔多分ここら辺になると思うんですけど、この顔で切れてるかもしれないんです。すいません。あ、違うか。顔の位置は、リアルタイムの場合は皆さんが、配置できるんだけど、そうか。だから、これを録画したときに顔がここに来て、それがこのあると重なっているかもしれませんけど、まあ、重なってない方が祈りましょう。まあ、祈るだけじゃダメなんです。じゃあ、しまってしまった。祈るだけじゃダメなんで、動かします。ちょっと。で、そうするとですね、この部分集合を表す記号っていうのは、実は他のものがあって、このイコールがないパターンなんですね。で、これが本当に困ったことで、この記号の意味は、これは A は B の分子集合なんです。という意味です。普通は。何を言いたいかっていうと、この上の記号と下の記号は同じ意味を持ちます。で、つまり何かっていうと、実数に対して A が B 以下と書いたのと A が B 未満と書いたら、この2つは意味が違ったわけです。だけども、集合に対してはこの2つの記号は同じ意味を持ちます。これが非常に分かりにくいというか、まあ、分かりにくいとしないですね。非常に分かりにくい。ので、これは注意をしてください。だから、この記号みたいな、これはただ単に部分集合を表している記号で、この下の記号を使っているからといって、A と B が等しくないってことは意味をしません。意味しません。いいですか？よろしくない？で、皆さんは、新部分集合っていう、
言葉を聞いたことがあるかもしれませんけども、新聞集合で。これ、選んだものを、新聞集合であるっていう用語を聞いたことがあるかもしれませんけども、新聞集合であることを表すときに、この真ん中の記号は使えないです。だからそのときは、もうだから、まあ、これ、だから一つの記号で書くんだとすると、よくある記号は、この下のイコールの部分に線を引くものです。まあ、こういう記号はあります。新部分集合だ。で、そうすると何かというと、この真ん中の記号と下の記号は意味が違うってことです。ですか。たまに実数に対しても、こういう記号を使うことはあります。これはあります。その、イコールでないことを強調するときに、こういう記号を使うことはあるんですけども、それはまあ、その強調するためなんですね。一方でですね、集合があって、一方が他方の新部分集合であるということを表す記号は、まあ、これしかないですね。あ、ちなみに、その部分集合を表すときに、この日本線の、記号もあったりするんですけども、だからこれは、この三つの記号は、同じ意味を表すということになります。だからまあ、新部分集合を表すように、こういう書き方もあるかもしれませんけども、で、まあ、この二つは、新部分集合を表す記号になるということになります。先ほどのそのラテフの書き方のことをちょっと言うと、ちょっと見てみると、例えば、まあ、これはこれ部分集合の記号で、これサブセットっていう記号なんですけども、まあ、これに線をつけると、これサブセットイコールですね、サブセット EQ になります。サブセット EQ ですね。まあ、違う記号だけども、まあ、意味は同じと思いますね。で、これには線をつけると、サブセット NEQ になりますね。これですね。サブセット NEQ になります。はい。そうですね。このサブセット NEQ と N サブセット EQ、これ意味が違うっていうことも、これもちょっとやらしいんですけども、だからどこに規定がついてるかってことですね。で、もう一本足すと、どうかな？あるかな？あ、これないんですね。あ、ラテフにはないみたいですね。で、2本ついたのはサブセット EQQ って、こういう形になると。これはない。ラテフにはない。もう2本、これはあるとですね。蘇生できる。そういうことですね。はい。ってことなんで、まあ、部分集合の記号を使うときには注意をしてください。はい。ってことになります。はい。です。はい。で、以上で授業でおける補足が終わりになります。いかがでしょうか。いいですか。はい。まあ、一応そのなんか、まあ、授業に沿った内容じゃなくても、なんか、まあ、日頃、疑問に思ってることとか、なんか、数学相談みたいな形のことでもいいと思うので、コメントでお寄せいただければと思います。はい。では、今日の動画はここまでになります。